こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、まだ間に合う大人の鉄板冬服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、今年の冬は結構暖かいですよね。撮影してる今日もですね、日中12度ぐらいまで上がるので、まあ、今年はだいぶ暖かいわけなんですが、 冬服皆さん買い揃えましたでしょうかまだちょっと出遅れていて買えてないという方のために今回の動画の中では今すぐ買えるような冬服の中で皆さんにお勧めできる鉄板の商品をですね5つ選んでみましたので、まあ、全力でお伝えをしてみたいなと思っていますまあすでにですね冬服ちょこちょこと買ってる方でもちょっと買い足りないなとかもう少し買い足したいなという方もいらっしゃるかなと思うんですねというのもまだまだ冬の寒さこれからが本番ですのでぜひ 皆さんも本格的な冬の寒さを迎える前にですね、今回ご紹介する商品ですね、参考にしていただければなと思っています。まあ、ちなみにこれらの商品というのは、まあ、ちょっとタイミングをずらすとセール価格になるものも出てくるかなと思いますので、今回ご紹介したものをすぐ買うのもありですし、ちょっとタイミングを置いてセールを狙うというのも僕はありなんじゃないのかなと思います。まぁそうこうしているうちに在庫がなくなってしまう可能性もあるので、まあ、この駆け引きはちょっと難しいところではあるんですが、まぜ、あ、ひ皆さんも 今後の参考にしていただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速行ってみましょうはいということでここからはですね具体的に皆さんにですね大人の鉄板冬服をご紹介していきたいなと思ってるんですがまずは冬のアウターの中でも主役になるですねダウンからご紹介したいなと思います一つ目 グリーンレベルのですね、TW タイプライターダウンジャケット撥水という商品ですね。まあ、こちらはかなりですね、使いやすいような大人向けのダウンになっているかなと思います。まあ、これまでにもダウンはいくつか皆さんにご紹介してきているかなと思うんですが、ダウンもですね、シーズンの立ち上がりの頃に販売されるものもあれば、割とこう後半の方にですね、出てくるものもあって、こちらのダウンに関しては12月前後ぐらいに入ったものなので、割とですね、最近リリースされたものになるかなと思います。まずはですね、ダウンの の形状としましてはフード付きのシンプルなデザインになっていましてダウン特有のステッチがですねまあ、ほとんど見えないような形になっているのでさらりとしたような雰囲気でこう従来のダウンよりはスッキリとした見た目になっているところがまあ、大人っぽく着れるですね最大のポイントになってくるかなと思いますあとはですね竹の長さですねこれがすごく重要になってくるんですねまあ、ダウンというと従来のものはですねだいたいお尻の半分隠れないぐらいの竹の長さでわりとこうスポーティーですっきり した丈感のものが多いんですがまあ、こちらに関してはちょっと長めなんですね後ろから見るとお尻がギリギリ隠れるぐらいの長さになっているので大人の男性が来た時にですね、上品で適度に綺麗め感が漂うようなそんな仕上がりになってるんですねこれ結構ありがたいポイントで意外と探しても見つかりづらいんですねですのでこういったダウンであれば結構大人の男性には似合いやすいですしオフでも使えるしこれいいのがオンでも使えるところなんですね例えば セットアップを着た場合に、ジャケットの着丈よりも、ダウンの方が短いと、微妙にジャケットのその部分が見えてしまって、これが収まりが良くないんですね。なので、ジャケットにはあんまりダウンを合わせないという方が多いかなと思うんですが、まあ、これぐらいの丈の長さがあれば、しっかりとジャケットよりも丈が長いので、冬のダウンとしては、オンにも使えるような、そんな上品さを持ったような仕上がりになっているかなと思います。で、表面の素材に関しては、ポリエステルとウールのタイプ ライター生地を使用ということでウールが入ることで表面の美コオタクがあったりだとか上品な質感というところが漂うので、まあ、これも大人っぽく見せられるポイントかなと思いますただシンプルなデザインだとやっぱりこう着ていてつまんないところもあるのでそこはフード付きにすることで適度にカジュアル感というところも拾ってあるのでこのあたりのバランスが非常に使いやすいのかなと思いますカラーは3色展開ですねブラック、ミディアムグレー、そしてダークブラウンという3色になっていますが、まあ、個人的にはダウンというのは一着あれば すごく長く使えるものなのでブラックをお勧めしたいなと思います丈が適度に長くて大人っぽく見えて長く使えるようなベーシックさを揃えたダウンがですね価格3 1900円ということでまあ最近ダウン高額になっていますがこれぐらいの価格帯で抑えてあるのは非常にですねありがたいポイントかなと思うのでぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています はい、続いて、これまた冬のアウターとして欠かせないですね、ロング丈のコート、皆さんにご紹介したいなと思うんですが、ジャーナルスタンダードレディウムのですね、テックメルトンシングル A ラインコートですね。価格が19,800円ということで、これがなかなか雰囲気がいいので、皆さんにご紹介したいなと思います。まあ、ロング丈のコートで、デザイン的にはジャケットと同じような襟付きで、丈が長いような雰囲気なので、まあ、ちょっとこう、チェスターコートっぽくも見えるんですが、まあ、こちらでは A ラインコートというですね、ネーミングで呼ばれています。 ているわけですね従来のチェスターコートに比べると襟幅がしっかりとあって割とこうクラシックな雰囲気があるのでこのあたりは通常のチェスターコートよりはカジュアル感があるし今のトレンド感をちゃんと拾ったようなちょっとゆったりめのシルエットになっているところもバランスのいいようなカジュアル用のコートになっているかなと思いますでこれはですね素材はウールライクなんですね、まあ、ほとんどウールに見えるんですがポリエステル100%ということでウールよりは軽量でさらに着やすい とというところで,す、ね、で、すねで表面はですね、肝感があって、まあ、本当にウールっぽく見えるような仕上がりになっているんですが、ポリエステル100%にすることで価格を抑えてあるんですね。ウール100%のコートだと、やっぱりそれだけ高額になってくるんですが、まあ、ロング丈のコートでギリギリ1万円台で抑えてあるというところは、かなりですね、ありがたいポイントになってくるかなと思います。まあ、特にロング丈のコートって、生地の面積も大きいので、それだけ価格も上がりますし、やっぱりこう、ウール特有の重たさを感じてしまうと、 ロング丈のコートはかなりですねずっしりしてしまうんですがこのあたりがうまいことこうポリエステで表現されてっていうのは個人的にはバランスがいい仕上がりかなと思っていますで色に関してはブラックとカーキの2色の展開になっていまして、まあ、ブラックが鉄板で使いやすいんですが個人的にはカーキですねすごくこれもバランスいいなと思います、まあ、カーキといってもすごくこうミリタリーライクなカジュアル感満載のカーキではなくて割と色濃いめなんですねなのでこうブラックにちょっとこう色味がカーキっぽ が加わってるかなというぐらいでこれは使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますまあ、カーキぐらいだとブラック系のパンツに合わせてもいいですしホワイト系のパンツにも合ってくるので意外とブラックよりも様々な着こなしにも使いやすかったですので個人的にはカーキなかなかいいんじゃないのかなと思いますまエ、あ、ラインのコートということで内側結構重ね着しても使いやすくてニットだとかスウェットだとかあとはパーカーなんかでも相性がいいかなと思うので様々な着こなしが想定できるかなと思いますボトムスもあえてカジュアルにデニムなんかで合わせ とてもバランスがいいのでぜひ皆さんこちらもチェックしていただきたいなと思っています はい、続いて3点目は、アウターの下に着るトップスですね。こちらをご紹介したいなと思ってるんですが、アーバンリサーチドアーズをですね、UR テック、ネルバンドカラーシャツですね。これがなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思いました。価格がですね、1万円を切ってですね、9900円ということで、まあ、バンドカラーシャツ僕は大好きで、本当にいろんなブランドのものを持ってますし、僕自身のブランドでもバンドカラーシャツは何枚かバリエーション作っているわけなんですが、このシャツの特徴としましては、通常の このレギュラーカラーに比べると、襟元がスッキリとしていて、ちょっとこうクラシカルな雰囲気が漂うという点ですね。で、T シャツの上にですね、重ね着をして、このバンドカラーシャツを主役にするのもすごくバランスがいいんですが、それだけではなくて、この上にですね、ジャケットを着たいだとか、アウターを着た時にもですね、収まりがいいんですね。 通常のレギュラーカラーもいいんですが、どうしても上に重ねた時に襟が曲がったりするんですけども、バンドカラーシャツは結構スッキリとしてるので、その点、秋風の重ね着にはすごく使いやすいかなと思います。で、こちらのアイテムなんですが、アーバンリサーチが独自でですね、作っている素材を使っているわけなんですね。蓄熱性のある生地で、表面にも少しだけ希望感があって、まさに秋風にぴったりのような寝るシャツになってるんですね。ただ、毛足もそんなに長すぎないので、秋風感があんまり強く出すぎないのも、個人的には なかなかバランスがいいかなと思います。サイズ感はそこまでですね、大きめに振りすぎてるわけではなくて、まあ現代のトレンドを加味しながら、ジャストサイズよりは少し緩めにはなっていますが、割と大人の男性にも使いやすいような適度なゆとり感なので、まあなかなかバランスがいいなと思います。で、カラー展開4色になってるんですが、個人的にはこちらのブルーですね、断然おすすめです。まあ結構アーバンリサーチって、このブルーとかグレーを混ぜたようなですね、この曖昧なカラーというところをですね、表現することが多いんですが、まさにこちらのですね、 ブルー系の色合いもですね、バランスが良くて、ブラックだとかネイビー、ダークグレーのアウターなんかと合わせても非常に相性がいいような、すごく曖昧な色味が出ていて、これなかなかバランスがいいなと思いました。まあ、ボトムスはブラック系でもホワイト系にも合うので、1枚あるとすごく便利なアイテムになってくるかなと思います。もちろんですね、こちらのようなグレージュもいいですね。グレーとベージュをミックスさせたような、こちらも曖昧な色味なんですけども、秋風の暗くなりがちなお洋服の中で、少しだけ明るさを出すことができるので、この辺りのカラーもすごく バラランスがいいいいのでおす,すめしたいカラーかなと思います秋風のシャツというのはなかなか選ぶのは難しくてコットン100%で肝感がないものもいいんですが季節感を出すのであればこのような少し肝感のあるフランネル素材もですねなかなかバランスがいいかなと思うのでぜひ皆さんも秋の着こなしの1枚に加えていただければなと思っています はい、続いて4点目のアイテムなんですが、いつもだったらですね、大人のトップスの中で、ニットみたいなものを皆さんにご紹介することが多いんですが、まあ散々ですね、今季もニットをご紹介してきたので、ちょっと方向性を変えて、今回はこちらですね、アーバンリサーチの別注ラッセルアセチック UR 肝スウェットクルーネックですね、こちらをお勧めしたいなと思います。価格が13,200円ということで、これはですね、なかなかバランスがいいなと思ったスウェットなんですね。実は僕自身ですね、今 これ着てるんですね。ちょっと立ってお見せしたいなと思います。まあ、スウェットの中でも、まあ、ライトグレーでですね、色味としてはクリーンに見えるので、個人的には気に入ってこれよく着てるんですね。で、ちょっと隠れていますが、この胸元にはラッセルアスレチックのですね、ロゴといいますか、まあ、ブランド名がですね、ちょっとこう上品な雰囲気で刺繍されていまして、あとこちらの方ですね、タグもついていて、このあたりも別注なので、色をですね、抑えてモノトーンで表現してるんですね。この辺りが スウェットなんですけども、大人見えするようなバランスですごく個人的にも気に入っているんですね。なんかスウェットというと、すごくカジュアルで、部屋着のイメージが強かったなと思うんですね。なので僕はスウェットよりもニットをお勧めすることが多かったんですが、まあ、最近はですね、ニットが大人の定番として、だいぶ定着してきて、まあ、その反動でカジュアルなスウェットというところも、逆にこう人気がじわりじわりと高まっているんですね。まあ、その流れの中で今年は僕はスウェットいろいろと買いましたが、まあ、ライトグレーのもですね、 従来のスウェットのグレーってもうちょっと濃いミディアムグレーぐらいなんですけどもそれよりももうちょっと明るい感じのグレーに関しては割と上品に見えるのでアウターの内側にですね来たりするとなかなかバランスがいいので使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますまあ、ラッセルアスレチックといえばスウェットすごく有名で長い歴史を持つブランドなわけなんですがま別注をすることでサイズ感を少しゆとりを出したりだとかまあ先ほどもお伝えしましたがブランドネームをですねシャープなフォントで刺しで入れてみたりだとかブランドのタグ自体もですね まモノトーンにすることで、まあ、デザインの一つのアクセントになっているので何にもない末っていよりはちょっとこのようなアクセントが効いているのも意外と使いやすいなと思いました。 本当にね、無地のものも僕は今年買ったんですけども、ちょっと退屈に感じるんですが、このあたりはなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。サイズは M と L の2サイズになっていまして、割とゆったりめです。肩周りも丸みのあるようなシルエットで、今の雰囲気をしっかりと取り入れているので、まあ、いわゆるこう、部屋着っぽく見えるような、従来のスウェットとは全く別物なので、これはですね、トレンド感を楽しみたい大人の男性には、トライしてみる価値はあるんじゃないのかなと思います。カラーは3色ですね。僕は今 来ていいいいいのははラライイトグレーーっぽい色ででででアアッッッシシュュととととう表現すすすねねブク、まあネビどれもいいんですよ例えば僕アッシュ今着てますが、アッシュを着る場合はボトムスはブラックだとか、あとはオリーブみたいな濃いめのもので合わせます。で、他のブランドではあるんですが、ダークグレーのですね、僕はスウェットも持ってるんですね。そういうものに関しては、オフホワイト系のパンツに合わせるとすごく相性がいいんですね。まあ、どちらも持っておくと便利かなと思うので、結構この3色、どれもいいんじゃないのかなと思います。価格はちょっと スウェットの中では高め1万3200円ですが、まあ、頑張れば買える価格内ですし割とこう物はしっかりとしてるので長く着てちょっとビンテージライクな風合いも楽しみながら着ていただくのもいいかなと思うのでぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っていますはい続いてラストですね5点目ボトムスいってみましょうか今回ご紹介したいのは ビューティーユースのですね、別注となるグラミチウールライクツイルパンツですね。で、価格がですね、15,400円になっています。ただですね、僕はあの、ユナイテッドアローズさんのですね、会員なので、早くもですね、現時点でセール価格になっているので、これ会員なのと、えー、非会員ではちょっと値段が変わってくるかなと思うので、まあ、このあたりのアイテムはセールも意識しながら見ていただくのがいいんじゃないのかなと思っています。まあ、こちらはですね、定番のグラミチのボトムスですね。まあ、本当にこう、クライミングパンツというところ、 がルーツのブランドなので履き心地もいいしベルトが付いているのでウエストの調整も効きやすいというところではすごく使いやすいボトムスなんですねそれに加えてグラミチって意外とシルエットが綺麗なんですねテーパードの効いた大人見えするようなシルエットというところがまあ、グラミチ一つの特徴になっているんですがまあ、そういった部分をちゃんと抑えながらも素材感をですねウールライクということで上品に振ってあるのがこちらのボトムスの一つの特徴になってくるかなと思いますまあ、これウール見えするんですがラナテックというですね 機能性素材を使ってるんですね、まあ、本当に見た目の部分ではウールに近くて僕もですね何度も記事見本で見たことがあるような、まあ、定番的な記事になっているんですが、まあ、手入れもしやすくてピリングもしにくいというところも非常にありがたいですしご家庭で洗濯しやすいというところも含めて、まあ、日頃のケアがしやすいんですよねこのあたりがやはりこう本当のウールよりも使いやすいポイントになってくるのでファッションにすごいこだわりがあって質感にこだわりたいのであればウールの素材感がいいかなと思うんですが日常的な使い勝手の良さと というところをちゃんと加味すると、まあ、先ほどのですねロング丈のコートもそうですしこちらのグラミチ別注のボトムスもそうなんですがうまくウールライブというものを取り入れた方が日常のケアはしやすいかなと思います、まあ、中肉厚で冬の季節にも抜群に使いやすいようなものになってまして、まあ、ワイドのパンツもいいんだけどもなんだかんだでもも周りには適度にゆとりはあるけども膝から下にかけてテーパードが効いたボトムスというのは大人の男性にはスタイルよく見えるので、まあ、鉄板のアイテムなんですねですのでこのあたりは1本持って とと便利ななアイテムかなと思いますすカラー展開はでねブラック、ダークグレー、オリーブという3色になっていますが個人的に一押ししたいのは冬は結構アウターが重ためになるのでボトムスはブラックもいいんですけどもダークグレーぐらいでちょっとこう色の差をつけていただくのがいいかなと思います一番最初にご紹介したグリーンレーベルのダウンありましたねあちらがブラックなのでボトムスをこのようなダークグレー選んでいただいてモノトーンでコーディネートするのもいいと思いますし2着目のですねロング丈のコートオリーブを ですね皆さんにご紹介しましたが、オリーブのアウターとこのようなダークグレーも相性がいいので、意外とですね、このボトムスの色合いというのは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。で、ダークグレーもですね、まあグレーの中でもダークグレーだと引き締まるし、破ったく見えないようなカラーリングなのですごくバランスいいですね。まあもちろんですね、ブラックの定番色もいいかなと思うので、このあたりはちょっとこう、いつものユニクロよりはワンランク上げたいなという時には、このグラミチなんかはすごく機能的だし、シルエットも綺麗なので気分 上がるるようななな歩になるかなと思います、まあ、ワイドパンツなんかもすごくいいんですが、最近はこのワイドなシルエットというものもですね、流行は引き続きこれからも続いていくと思いますが、ただですね、行き過ぎたワイド感というところはちょっと落ち着いている感じはするので、まあ、定番的なテーパードパンツ、まあ、目新しさはないんですが、やっぱり使い勝手いいですし、スタイルをよく見せるという意味では、お隣は最も向いているボトムスなので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、今すぐ買える、大人の鉄板冬服5000というテーマでお届けをさせていただきました。まずは、アウター類ですね。ダウンとロング丈のコートがあって、その内側に着るものは、バンドカラーのシャツとスウェットですね。まあ、今回、スウェットというところはいつもと違ったアプローチになりましたが、ご紹介をしました。で、ボトムスに関しては、テーパード型の、すごく使いやすいものをご紹介しましたので、これらがあれば、結構一通りのコーディネートもできるかなと思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんも足りてない ないものがあったらですねチェックをしていただきたいなと思っていますまあ、どのアイテムに関してもまあ今すぐ買うのもいいしまあ、セール価格になるのを待つのも悪くない選択かなと思いますただ待ちすぎるとサイズがなくなるというところが難しいところなんですがそのあたりはですね皆さんも状況に応じてですね判断をしていただければなと思っていますまあ、これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからですねドメ ツー向けのですね専門ブランドのアイテムに関ししてては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信をやっています。皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形で、ワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンもやっています。こちらは動画ではなくて、文章と写真 新ベースでおすすめのアイテムをだいたいこう2分ぐらいで読めるような分量でサクサクと毎日投稿しています僕もほぼ毎日記事を書いていますし僕以外のスタイリスト専門家も記事を書いてくれていますまた参加者の皆さんも気軽に記事が書くことができるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますのでこちらも気になる方は概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています以上スタイリストの山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに